ひだ国は、かつて日本の地方行政区分だった、両政国の一つ、東山道に属する、高山市ひだ市げろ市大野郡白川村。ひだは、ひだ山脈の西側一帯を示す言葉で、現在は、岐阜県北部に位置する。今日その名を受け継ぐのは、ひだ地区北端のひだしだが、自治体としての規模や、文化の中心的存在としては、ほぼ中央に位置する、高山市の方が大きく、高山市は、 飛田鉱山と呼ばれることが多い。飛田山脈の北側に位置する飛田地方は、雪が多い日本海側型の気候である。飛田は交通の便から隣接する富山県と、経済的文化的な結びつきが強く、両者をまとめて、飛び越し地方とも呼ばれる。一方で、岐阜県内の太平洋側地域とは山脈に遮られる形で、交通の便が悪かった。古くは、ひだや、北と書いた。 この表記は現存しており、日田高校などに見られる、単は野生の馬や足毛の馬を意味する文字で、俗に本気に、文武天皇の大宝2年夏4月8日、日田国が神明を剣じた記録があり、万葉集巻16には、沼玉の日田の大国見るごとに、小瀬の小黒しをもほよるかもとある。この神明を随称とし、天下に大社を行った。これ以降、日田と表記されるようになった。 和漢三歳、図へ七十にある、飛田国風土器の一文には次のように記されている。飛田国風土器に曰く、この国は、元美濃の内があり、十昔、甲州の大,大津に王宮を作りしとき、この軍より良き財を多く出して、馬の段に伏せてきたる。その即きこと、飛ぶがごとし、よりで、改めて肥田の国というとして、ラバと関連したものとして語られるが、 この表記を日本古典文学体系では、広代によるものとする。本来は、単の字ではなくの字を用いて、日田国と表記する。4世紀の西武朝に、日田国像が設置されたことが、仙台旧字本儀、国像本儀に見え、国像母と見られる三日町大塚古墳や、亀塚古墳などの大型古墳が、国府町付近に造営された。また、日本書紀には、任徳町に、 両面スクナの反乱が見られる。7世紀には、北国造領域を中心に、律令国として成立した。ひ田は、当時辺境地帯を除けば、最も過疎地域であったため税制上の特例が、認められた。すなわち、伊佐を、町を免除される。これは、後世、大工業が発達する一因ともなる。なお律令制施行以降も、大野軍大領や中央下級官人として、 北国蔵の一族が見られる。里は、増田軍2強、大野軍4強、工場軍7強で、計13強に過ぎず、人口は、沢田五一氏の推計で、13,850で、ある。京国氏が代々飛田守護を務め京国氏の両国だったが、後に、京国氏の支流で守護代の三木氏が台頭、江馬内ヶ島氏、寺氏連事などの諸勢力とが、 上杉謙信や武田信玄、一向一揆の影響を受けながら争っていた。戦国時代には、姉賀孝治氏に改正した三木氏が、悲願の飛騨国統一を達成し、一時的にだが、支配していた。本能寺の変異後は、金森長近が、橋場秀吉と対立した、姉賀孝より綱を攻め、鉱山城を本拠地とした。江戸時代になると、当初は高山藩が置かれていたが、後に、 抗議後領となり、鉱山内観所が、飛騨国を治めることとなる。この時代には、飛騨国は、林業地帯として発展し、飛騨の匠と呼ばれる大工を多く排出した。以来、飛騨地方には、家具などの木工産業が多く立地している。明治一新直後には、天領と呼ばれるようになった、旧幕領が、廃藩地県に先立ってまず府、または、県という行政単位に改変された。 ヒダ国は早くも、明治元年5月に、ヒダ県となり、そのわずか1週間には、高山県となった。明治2年には、県知事、梅村早見の急激な改革に対しての暴動が、発生する。廃藩置県後の明治4年に行われた、府県合併により、近隣の信濃国中部南部の諸県と合併して、千区県の一部となった。明治9年に、千区県が廃止された後は、 当初、旧美の国のみで構成されていた岐阜県に編入され、これが現在に至っている。明治時代には国家的な重要産業であった製紙業を担う労働力として、飛騨地方の村落から山道を通って諏訪湖周辺に多くの女性が流出した。平成時代には平成の大合併が行われて自治体が再編され、三四一村まで統合が進んだ。 現在の鉱山市と下路市の大部分、日田市、白川村は、かつての三木市、今市、内ヶ島市の支配領域とそれぞれが、ほぼ一致している。明治維新の直前の領域は、現在以下のようになっている。太地の自治体及び軍は、全域が、通常からだ一部が、国土にあたる。国府は、和名省によると、大野軍にあった。十、田では、大原、これは、 平成の大合併以前の旧高山市域にあったと考えられている。また、奈良時代前期前は、現在の鉱山市国府町にあったとされる説もあるが、双方ともに国画の遺跡は未だ発見されていない。演技式内社、演技式神名町には、以下に示す勝者八座八社が記載されている。大こそはない。飛騨国の式内社一覧を参照。そうじゃ、一宮飛騨守る。 編集鎌倉幕府、編集室町幕府、編集大野郡松田郡吉木郡江戸時代以前、江戸時代山国なので、気候は、飛騨地方全域内陸性気候を提しており、それに合わせて、大部分は、日本海側気候、一部地域は、中央高知式気候、地域によっては、豪雪地帯で、冬季は、雪が多い、また、スーパーカミオカンデを抱える地方でもある。 鉄道道路飛び越し協議会、飛び越し地方とは、風土記日本古典文学体系に岩波書店十四冊九百七十一年、P461 四百、角川日本地名大辞典二十一岐阜県、角川書店、岐阜県松田郡役所、岐阜県松田郡市合名会社大衆処房、九百六十年、七十七ページ、岐阜県松田郡役所、 岐阜県増田郡子合名会社大衆処防、1960年78ページ、ありがとうございます。